高橋渚。日本トップレベルの結果を出し続けている走高跳を専門の陸上選手です。可愛らしい顔立ちからは想像つかないほどの跳躍を見せる彼女。そこで今回は高橋渚選手についてまとめましたので、ぜひご覧ください。2000年1月25日、東京都で彼女は生まれました。中学生の時、彼女はバドミントン部に入ります。そんな中、体育の授業で走高跳が行われ、彼女はクラスの誰よりも高く跳びました。その様子を見ていた顧問の先生が、大会への出場を勧めます。その結果、区大会、都大会でいきなりの優勝。そのことがきっかけで、陸上部に入部し、走高跳を始めます。中学校を卒業すると、陸上強豪校である東京高校に入学。男子で日本記録を持つ先生がいたことが進学する決め手でした。高校2年時、競技歴1年でインターハイに出場。さらに3年生の時には同大会で優勝に輝きました。高校を卒業すると日本大学スポーツ科学部に進学。大学時代も彼女は活躍します。2018年の高校1年時、日本選手権で2位になると、2019と2021年の日本インカレで2度の優勝に輝きます。大学卒業後はメイスンワークに就職。そして2022年6月、日本選手権に出場。高橋選手は自己ベストとなる 1m81 を飛び、見事優勝に輝きました。また高橋選手は国内大会だけではなく国際大会にも出場した経歴があります。身長173センチと国内では高身長な彼女ですが、海外に行くと190センチを超える選手もいて、厳しい戦いになることも。そのため、身長の差を埋めるために、日々の練習をノートにまとめ、技術の向上を図ってるんだそうです。1m90 センチを目標に練習を続けている彼女から、今後も目が離せません。それでは今回の動画が良いと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。